一週間後に迫った史上初の米朝首脳会談。会談は現地時間の十二日の午前九時。日本時間の午前十時から始まるということです。北朝鮮指導部は金正恩朝鮮労働党委員長の側近の訪米結果を踏まえて。会談にどう望むか、詰めの検討に入っているとみられます。シンガポールで行われる。 史上初の米朝首脳会談4日アメリカホワイトハウスのサンダース報道官は、会談の開始時間を明らかにしました,しま,したまたトランプ大統領が先週北朝鮮に対して 最大限の圧力という言葉はもう使いたくないと述べたことについて、我々の方針は変わっていない、北朝鮮が非核化されない限り、制裁は解除しないと説明しました一方、シンガポール政府は今月10日から14日にかけて、中心市街地の一部に加えて、リゾート地の島を特別行事区域に指定し、厳重な警備の対象とすると明らかにしました。 期間中は区域内に入る人に対して警察が所持品の検査を行う可能性があるほか爆発物などの危険物に加えて覚醒器や1メートル四方以上の横断幕などの持ち込みも禁止されるということですこうした中今日付けの朝鮮労働党機関紙労働新聞は先月 核実験場を閉鎖するとして公開した構造の爆破などの作業について論評を掲載核兵器のない世界を目指す我が国の揺るぎない立場を示したものだと改めて主張しアメリカとの対話の意欲をアピールしましたまた北朝鮮の国営メディアは東部温山で建設を進めている観光開発地区の完成に向けて 大規模な集会が開かれたことを今日伝えました北朝鮮は今年4月以降経済の立て直しに全力を挙げる方針を示しており今後の制裁緩和の可能性も見据えて経済分野に力を入れる姿勢を一段と強調しています今回の米朝首脳会談でトランプ大統領は 拉致問題を取り上げる考えを明らかにし日本の拉致被害者家族の間では事態の打開に期待する声も上がっています実はアメリカ人の中にも家族が北朝鮮に拉致された疑いがあると訴えている人がいますどのような思いで現状を見つめているのでしょうかアメリカ西部ユタ州 キャスリーン・スネドンさんと夫のロイさん、息子の帰りを14年間待ち続けています。息息子ののデイビッド・ドスネドンさん24歳の時中国で突然消息を絶ちました 2004年の夏、語学留学を終えたデイビッドさんは、中国国内を旅行してからアメリカに戻る予定でした。両親のもとに来た最後のメールです。 しかしその後、連絡が途絶えます父親のロイさんたちは中国・雲南省へ飛びました中国当局からはデイビッドさんはハイキング中に渓谷に転落して死亡したという説明を受けましたしかし、現地で自分たちで聞き込みを行うと 転落した現場だと聞かされていたハイキングルートを過ぎた後の街で、デイビッドさんの目撃情報が相次いでいました手がががかりがないまま年月が過ぎた。 七年後の2011年思いがけない情報がアメリカ国防総省の元高官からもたらされました北朝鮮に拉致された可能性があるさらに韓国の拉致問題を扱う団体からデイビッドさんは名前を変えて北朝鮮で暮らしているという情報も寄せられました 両親は拉致の可能性を疑い、アメリカ政府に調査を求める嘆願を繰り返しました。<laughs> ついに一昨年アメリカ議会が動きます <noise> 議会下院は、政府にさらなる調査を求める決議を採択。 based on the circumstantial evidence that we have, there is a likelihood that he was taken by the north korean regime. so i think that this is good indication that if the u.s. government is committed to the sned investigation, perhaps we can finally make, make some progress. 拉拉致致問題へののののの関心は比較的低いアメリカ。両親の支えになったた。が、日本の拉致被害者家族の存在でした去年9月、横田めぐみさんの家族がアメ,アメリカを訪問し、開いた講演会には、キャスリーンさんも駆けつけました。 両親は、今回の米朝首脳会談が、拉致問題を打開するきっかけになればと考えています。 2人は今、82歳、中国の宿泊所で発見された息子のバックパックを、その時のまま、今も大切に保管しています。 So, this bag, which is in the backpack, just has toiletries, soap, mm -hmm. a razor for shaving. Because David's going to come home someday, it's his. <laughs> I can't bring myself to empty it and throw it away. That's just the way moms are. Mm -hmm. 日本だけではなくてアメリカにも被害を訴える方が、ねうん、いらっしゃったということでご両親はもう82歳という中で一、ね、日も早く再会を果たししてほいいと思います。先日、ね、ホワイトハウスで、えー、北朝鮮のキム・ヨンチョル副委員長と面会した後、トランプ大統領は人権問題は話さなかったと明らかにしたんです。よね。うん、まあただ、これまでは、 あこの問題、えー、拉致の問題を、まあ、首脳会談で取り上げる姿勢を繰り返し示してきています。12日の首脳会談でこの問題でも北朝鮮に対して厳しい姿勢を示すことが期待されています。ここまで